ていう。では続いてゲンさん。いやいや、ちょっと待ってや。得すぎひんか。さあそれでは今から順番にですね、お題に対する回答を行っていただきたいと思います。では今回1番から順番にいきます。おでは、おまおじさん、思春期にビクッとなる単語を教えてください。あの、自転車とかの立ちこぎ。あらー面白い立ちこぎ。あら、もう変だよ、ね、一旦受け入れるよ一旦受け入れる一旦ね、一旦受け入れます。あといろいろね、一旦受け入れないと話にならないから、ね、うんうん、では続いて、名誉女様。はい、では、起き上がりこぼし。わ何言ってんねん。あら、お前もですわ、うん、いや、一旦受け入れる、一旦受け入れる確かにお前もですわ、おてって言いましたよあらでは続いて、畑迫さん。はい、A 地区とかの B 地区でしょうもない、まんまやないかうだらん、どういうこと、交渉受け入れがたいです、ね、理解しましたけどこれで合ってますかねB 地区、そんな感じか、ああそんな感じか、はいはい、なるほどなるほど。では続いて、トータスさん。アルファベットの母音で、あーねー、なんかお気に入った感じですね。なんか健全ぶりやがってですね。なんかお気に入った、なんか受け入れるか、うん、母音ってこれですかね。そうです、はい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 、ありがとうございます。では続いて、アメネコさん。はい、イブ・サンローランです。どういうことどういうこと、やばいやばいやばいイブサンローラン、イブサンローランなんなんマジで、一番やばそう、どういうこと、こいつが一番やべです。いや、わかんない、もうこれわかんないんだった、話にならない、次は上に立った気で、はい、では続いて、ゲンさん。手ぶらいやいや、ちょっと待ってや、得すぎひんか何がですか、何がですか、ちょっと待って、お前じゃ何想像してんの、何ですか皆さん、何でも何も持ってきてない、何もおかしくないですよ、手ぶら、うん、おかしくない、おかしくない、お文字どうしたいや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 、まあ、行きましょう。では続いて、工藤丸さん。はい、近藤無表情で謝れよ、お前。いろんな人に。そうだよ。たくさんいるぞ。ええ、そう、違うから、違うから、ほんと。近藤、近藤ね。近藤、こうですね。うん。はい、では最後に、ゆいさん。ビッグダリハン。いやいやいや。なんだ？まんまやん。かも。いや、まんまやん。ビッグダリハンはまんまじゃないだろ。まんまじゃないよ。もうそれなんかいろいろと違うもん想像しないか、思わず。はい、この中に嘘を必ずついている人狼とどっちかわからない生物が混じっているようです。これから話し合いを行っていただきましょう。初日の議論時間8分間でどうぞ。キャンディーはもういいんじゃないいやもうね、もうじゃあ釣ってくれって思うわ。で、そう、釣られに行ってんじゃないと思っちゃうね、これね。あ、逆にね。一応理由聞きません？理由とかあるんですか？理由なんかね、ゆいさんが聞きたいだけじゃないですか？いやいやいや、なんでもガチでわかんないんだもん。どういうこと？だからそれはイブ・サンローランを今知ってるからでしょ、あなたが。あーなー。知らないで。そう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 。もう戻れないとは思うんやけど、イブ・サンローランを知らない状態でイブ・サンローランを聞いてどう思うかよ。イブ・サンローランのどの部分、イブなのかサンなのかローラン、あ、もうね、イブ・サンローランって感じ。これだよ、あれだからね。イブ・サンローランとかだったらもう全然だよ。言い方すぎるだろ。これだね、もう。これが伝わらないやったらもう悲しいです、僕は。どうしよう。レベルが高いかも。でも、ゆいちゃんはすごいわかる。一番わかる。あ、ありがとう。まあそうですよね。思春期ですよ。まあでも系統一緒ですよ、多分。だから思春期をみんなあれなんじゃない？俺、みんな経験あるよ、これ聞いて。うん。なんか教室とか騒がしい。マジわかる。母音とか、まあまあまあ、英語の授業とかで。お気に入ったなっていう怒りはあるけれど、お気に入ってます。ねえ。やっぱり、そう、共通っていうか、その、あ、うん、共感できるあれではあるね。え、そういうゲームじゃないの？
お気に入りはったなと思って、うん、学生時代に多分一番聞きますよね。うん、うん、一番お気に入りはったなっていう感じは。え、でもこれ嘘ついてる人もいるわけですもんね。そう、そうですね、うん、嘘っていうことは別にこれなんかスケベに感じてないってことですもんね。うん、あの別にあのビクッとしてるですよ。ビクッとしてる。ビクッとしてる。スケベではないです、別に。ビクッとするときですから。しないということですね、じゃあ。そう、別にビクッとしない言葉を選んであるということですよ。はい、まあ、そういう意味で、文字前回とにビクッてしてたから、思春期なんかもしれない、まだ。工藤さんの近藤って、はい。理由聞いていいですか？理由これの理由付けの知られ上がりのパスコンで、まあ、思春期もそうでしたし、俺未だにこれで結構爆笑しちゃうんで。謝らなあかんのちゃいますか、それ。いっぱいいますからね。お前おし謝れっていう、お前おし謝れよ、マジで。俺はそういう意味言ってないから、マジで。なるほどね。うんうん。いや、なんか個人名よりもっとなんか直接的な表現結構いっぱいあるから。からこれは俺のリアルです。リアルです。いやー、なるほど。でこれ何より難しいな。まあ、でも思春期のリアルさはありますよ、ね。ある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 。思春期想定ですもんね、これって。うん、現在じゃなくて。そうですね。おまおじとゆうちゃん疑ってないわ、みじんも。ありがとう。ありがとう。ありがとうでええんか、これ。俺、そんなに起き上がりこぼしはよくわからん。起き上がりこぼしはね、なんかね、結構。起き上がってこぼしてるんやろ。何なの、起き上がり。起き上がりこぼしってちょっと説明しやすいですか。そもそもね、そもそも、起き上がりこぼしってなんか、なんか、ビヨヨーンってなる、あの、なんか、置物みたいなやつ。おもちゃみたいなやつですよね。そう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 。ほら、あんねや、そういうのが。ほら、倒しても起き上がってくる。そうそうそう、倒しても起き上がってくるやつでした、これね、うん。倒しても起き上がってくるんだ。そうそう。なんか、本人もよく分かってなさそうな感じ。起き上がってこぼすんですよ、これね。こぼしはしないけど。うん、起き上がってこぼすんですわ。起き上がるだけでは飽き足らず、こぼしもする。およ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 二人でやっといてくれ、もう。おー、目、目、目いらんど。いらんど、今、目。ええですわね。あと、佐古くんの場合は、なんでこれ。いや、僕は結構遊戯をやっててですね。わかる、わかる。あ、レベル制限 B 地区っていうのがありまして。いや、絶対白だな。白っぽい。白っぽい。魔法カードがあるんですよ。ちっちゃい頃、それは、ビクとなるな。ほほ。遊戯王世代にそんなこと言われたらね。ねえ。みんな気が気じゃないでしょう。うん。リンさんの場合はだからやっぱりそのどういうシチュエーションで聞きます？いやだって明日土曜日、私がちっちゃい頃って土曜日あの週2週4は、うん、ああはいはいはい、週3そうでしたね、はい、反動の日ね。でそうそうそうで午前中だけで終わるみたいな。で土曜日だとまああの4いわゆる3限4限じゃないけど午前中だけ終わったりするでしょ。はいはい、で、はいはい、学校に置き弁っつって勉強道具全部置いといたら、あ、今日手ぶらでええやんみたいな言い方をしました、ね、その手ぶら、その手ぶらです、うんうん、ふむ、まあ、ビクッとならなそうではありますけどね。ならなさそうよ ね、 そうね、マジでなんか大喜利感があるよね、マジで意外とすごくもっと直接的なんだけど出せばでもおもろかったですよ、原作おもろかったありがとうございます僕邪推かもしれないけど、なんかそういう意味では畑迫結構微妙やなと思ってて、なんかその小学生として集まってなんかそのうんこうんこみたいなノリでそのカードに対して笑うとかは分かるんやけど、うん、ビクってなるかっていうと、うん、なんかそのなんか笑いにするみたいな方に近いなっていうイメージがあって、はい、そこからずらしてきたようにちょっと邪推をしてしまっている感じが、なんか小学生らしい、はい、っていうかもうちっちゃい頃らしいその語句っていう概念でいくと、そう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 、なんかうんこと同じレベルやと思う。それだと私もアメデコさんユイさんはあんまりその小学生らしくはないフレーズだなと思います。そう、確かにね。シャンローランって確かにあんまり。ノーヒントします。ミクダイはもう小学生言わんだろうと思うから。言わんだ。いやいや、いや言わん言わん。突きつけられますよ、小学生だって。いや言わんよ。小学生は突きつけられへんな。で、いや逆に言うと母音とか
でざわみたいな、なんとなくわかるじゃないですか、うん、でもこの見下り犯でざわはもうざわを悟られたら終わりだと思ったわけですよ。わかりますか？なるほど。おそのなんかやべえみたいな、これでんみたいな感じになるとやばいっていう緊張感。何の楽しみ方してんねん。実はね、スリルですわ。反応できないやつだ。ちょっと自分だけが大人を味わえるような感じ、ね。そう。ニヤリ。むずすぎんこれ。いや、むずいな、これ。オマージュの立ちこぎはどうなの？どうなんですか？やっぱりめっちゃ白いですけどね。ねえ、うん。白かったらもういいんじゃない？でもどういう時に？ん？時にやっぱり部活動とかで、すごいそのね、女子の部活動とかの子がそういうことを言うんですよ。ってなる。その会話の中に立ちこぎって出てくる？そう、ね、それでいかんと間に合わへんでみたいな。ああ、おい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 、サドルをそういう目で見てますわ、もうやろう。え、それを横で聞いてて興奮してたってこと？いや、してへんって。そういう作戦みたいだと思う。どうしたって言ってるやん。ビクッとした穏やろ。だって今、おまじに振った時におまじ立ちこぎのことそれって濁したもんな。まだエロいって思ってるやん。まだ言えてない。ああ。いや、俺様は白いか、それは。さすがに。そのリアクションは。確かに。おまじは白やって、マジで。白やからいじめたあかんねん。だからこそ。どうや。俺は真面目に答えたんやから、これで。いや、これむずい。これ難しいな、これ。分かんないな、第二候補とかまで聞けばよかったな、皆さん。本当に嘘ついてるか、これ。確かに。はい、それでは時間となりましたので、皆様、ディスコードの役職が配られたチャンネルの方に投票したい方の名前を書いて送信をお願いします。得票数、畑迫さん2票、名誉嬢様2票、え？アメネコさん4票です。うおー、え、マジか。俺そこは避けたのに。キャンディ避けたのに俺。避けた。はい、それではアメネコさん、なんか言い残したいことありますか、ゲーム的に。いやー、なんだろう。喜んでるよ。いや、全然喜んでなくて。それってきっと、みんながイヴ・サンローランをもう知ってるから、こうなってしまうやんなって言ってる。弁明じゃないよ、もうそれ。マジで思う。知らん時の気持ちに戻って聞いたら多分ドキッとするんだと思うんだけど、まあこれが理解されないのはしょうがないとも思ってます。はい。なんかコードだ。え、これってオープンなんですか？はい、オープンです。なんかなんだろう、イヴ・サンローランはイヴ・サンローランやろ。お、なんだ、え、つまり私はこれ役職言うんですか、自分で。はい、お願いします。私は人狼です。あ、おお。人狼でございます。マジか、人狼でした。生物かと思っただね。頑張って。生物あるなと思ってたから。他に生物いんのか。他にいるみんな一つだけヒントあげよう。生物はきっと僕に入れてる。ああ、確かに透けてますもんね。そうね。じゃあね。はい。最後に急に推理を言ってる。イヴ・サンローランが、ミュートに。イヴ・サンローランが。ちゃんと真面目な遺言があるんだ、これ。さあ、それではイヴ・サンローランいなくなり、夜がやってまいります。では、ミュートとビデオの筆、お願いします。はい。いいかな？どうしましょう。はい、じゃあ、まあ、佐々木さんとか2票入ってるんで、まあ、前回はなさそうなので、ゆいさんでお願いします。はい、それでは糸吉のゆいさんの結果、はい、人狼ではありませんでした。人狼ではない。人狼ではございません。生物かどうかまで分かんないですね。もう分からないです。はい、OK です。了解です。はい、まあ、ちなみにあの結果知ったところでカミングアウトできないので頑張ってください。はい、OK です。頑張ります。はい、では応援しております。ネットとビデオの筆お願いします。はい、本日死体となって発見された方、2番メイお嬢様でございます。ではお嬢様、あなたの正体を教えてください。およ、私は村人ですわ。村人でございました。起き上がりこぼし、こぼし。はい、それでは生存者現在6名で2日目、議論時間4分でお願いします。マジ
名称キャンディーの遺言じゃないけど、キャンディーに入れたという人は、うん、はい、そうですよね、はい、票を洗いたい、ね、投票洗っていいんですかこれ。洗っていいらしいです。はい、うん、入れました。原油井工藤、じゃあ名誉状だもんか、名誉状、名誉様。あ、じゃあやっぱりこの中やったら工藤が生物っぽいな。ああ、つらなくていいんでしょ俺のことは。そうそう、つらなくていいなと思うな、うん、いや別に釣らなくて。おまおじさんはもう隠しろでいいと思ってます。まあわかる。おまおじはね、あのもうそれって言った段階で俺はもう白やって踏んでる。いやいや、もうやめてください。大丈夫です。詳しくやらなくて大丈夫です。それ以上は。このメンバーの中に嘘がいるってことか。え、畑迫さんとおたさんってでも両方とも結構白っぽいけどな。僕はメイ様に投票してますね。あ、俺もメイ様。あ、そう。アメニコさんが畑迫さんを怪しんだのをどう取るかっても結構悩んでるんですよね。がっつり攻撃したと思ってるから俺は。いや、かつこの紙って結構僕が不利になると思うんですよ、その殴りから。あの、うん、メイ様が噛まれてるから、うん、投票されてる中で生き残ってるの僕だけじゃないですか、もう。ああ、アメネコさんからも殴られてて、ちょっとそんな不利な噛みをしないと思ってほしいなと。でもトータスさん母音だよ、母音はさすがにいいんだよな。白く感じちゃうけどな、ね。実はなんですけど、僕あんまよく分かってなかったんですよ。アメネコさんとユイさんって結構系統は似てると思うんですよ。え、そう？え？本当ですか？いや、そんなことない。だ、五感は、もしかしたらやけど、五感はユイさんのシーンを汲み取れてない可能性が出てる。汲み取れてない可能性があるね。申し訳ないですよ。二人とも汲み取れてないです、僕は。そういう感じで言うと、そういう感じか。白く見えるかもしれん、俺ちょっと。今日はそういう感じで行くんか。いや、だから、可愛い感じね。可愛い感じ。だから、その、二郎で同じ系統で行くかなって思ってたんですよ、僕は。その、同じようなね。ああ、はい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 。ニュアンス同じような感じのことを二郎でやるのかなって思ってたから、まあ、工藤さんを生物を置きするんだったら源さんかなと思ってます、ラスル。あー、今日はその系統か。白見えたな。いや、これすごい結構テクニカルな白アピラ。これはテクニカルですよ。あの白アピだけじゃなくて、あのね、いろいろといろいろいいアピールになりました、今ね。上がるね。やっぱすごいな、畑迫さんって。やっぱそういうところで、これはうまいよ、こっち周りとしては。困ります、そういうのは。これは急の立ち回りですね、これがいわゆる。これぞ急ですな。なるほどね。いや、一本取られましたわ。手ぶらで怪しまれるんだろう。まあ、消去法ですけどね、消去。これ、この中で、あれやから、なんかこう、その人の意見、この出てるやつを読み上げていく中で、一番事故りそうなのがユイさんのやつやから。そうそうそう。下手したらポロって。そんなことない。俺出そうなんやけど。そんなことないです。そんなことないですけど。いや、だから逆にそのマオズさんとかトータスさんとかがもう思春期でこんなんも、うん、もう今更ビクッとなりまへんわみたいな進んでる説、うん、ああ。どういうこと？うーん、もっと実際は進んでいて、こんなんじゃビクッとなりませんかな。なってないと、なるほどね。でんかなっていう話かもしれない。思春期ですよ、言うて。言うて思春期よ。期か、うん、小学校、高学年か中学生ぐらいでしょ、うん、そう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 。いや、私、トータスさんか工藤さんの中に私いると思うんだけどな、工藤。工藤は釣りたくないかな。だからどっちもね、もっと直接的な表現が学校内で飛び交ってるはずなんですよ。そうなの。工藤は生物臭いから釣りたくないねんな。まあ確かに、待ってたら噛んでくれるんじゃないですか、工藤さん。うん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 。それでは時間となりましたので、それぞれの個別のチャットに投票お願いします。ゆいさん1票、げんさん2票、トータスさん3票ということで、本日処刑となるのはトータス母音でございます。はいはい、何かゲーム的に言いたいことありますか？ゲーム的に、まあそうですね、お題に沿ったつもりやったんで、もうちょっとこうなんかハッスルしてよかったんかなって思います。ハッスル。はい。ではトータスさん、あなたの正体を教えてください。はい、私は
人狼です。だろうな。マジで。よし。人狼がいなくなりました。村人先生の勝利。魔法の老いなんかでビクってするわけないやろ。するよ。もっと過激なのあるよな、トータスさん。あの、俺頭の中に思い浮かんだのは、あの、ハンターの筆箱です。ほら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 。トータスさん、トータスさんのやっぱメタがやっぱ一旦俺も働きましたよ。あなたがボインなんかでビクッとするわけがないするわけない。そうですね。